中東の日本語教育とは、日本語を母語としない中東及び北アフリカの学習者に対し、日本語でのコミュニケーション能力をつけさせることを指す。カイロ大学、アインシャムス大学などの高等教育を中心に、日本語が教えられている。学校教育外でもカイロ日本文化センター、ナリタアカデミー、エルシースなどで日本語が教えられている。 初中等教育では日本語教育は行われていない。2009年の調査では、高等教育での学習者は640人、学校教育外の学習者数は396人である。カイロ大学は、博士号を持つエジプト人教員が中心で、研究者の養成に強い。アイシャムス大学は、日本人の教師が中心で、高等能力の育成に強いという特徴がある。 その他、学習者数が100を超える機関としては、ミスル科学技術大学がある。エジプトには日本からの観光客が多いので、ガイドなどへの就職を希望するものが多く、特に学校教育外で学習目的の調査では、今の仕事を選択した学習者の割合は100%であった。2011年の国際交流基金賞の日本語部門を、 カイロ大学文学部日本語日本文学科が受賞した。同学課長のカラムハリール博士はエジプトの日本語教育とカイロ大学の歩みという受賞記念講演を2011年10月13日に国際交流基金日本語国際センターで行った。2013年にはエジプト南部のアスワン大学でも日本語学科が新設されている。エジプトにおける 日本語能力試験2011年までは国際交流基金回路日本文化センターで毎年12月に行われていた。2012年だけ7月実施となり、2013年度からは12月実施に戻る。2009年の国際交流基金の期間調査では、トルコの日本語学習者数は1189人で、中東一の日本語教育大国である。 主な日本語教育機関は、アンカラ大学、チャナッカレオンセキズマルト大学、エルジェス大学、土日基金文化センターなど。2010年のアンカラ日本語弁論大会は、ユーストリーム史上初の日本語弁論大会のライブ中継となった。毎年、トルコ日本語教師会大会が開かれ、活発な情報交換が行われている。主な高等教育機関主な高等教育機関は、 以下の通りなお、アンカラ大学に修士課程、博士課程が開設されており、エルジェス大学には2009年により修士課程があるが、博士課程も現在申請中である。トルコにおける日本語能力試験毎年12月に日本語能力試験が実施されており、トルコ以外の中東諸国からも受験者が訪れている。国際交流基金回路日本文化センターの JLPT が2012年からは7月実施となったことにより、トルコとエジプト以外の国からの受験者は7月にはエジプト、12月にはトルコという選択ができるようになった。国際交流基金による2009年の調査では、モロッコの日本語機関数はラバとカサブランカ、モハメディア、フェズの4カ所になっているが、最近アガディールという南モロッコの都市でも、 ジャイカ青年海外協力隊の青少年活動の隊員が日本語教育を中心とする活動を行っており、2011年のスピーチ大会にも、老少の部、弁論の部、共にアガディールの学習者が出場した。これらの今年の大学にそれぞれジャイカから配属されている5名のほか、ラバトの大学では少なくとも2名の日本語教師が存在している。 大学以外にラバト市内には民間の日本語学校が存在し、そこには上記以外の日本語教師が授業を行っている。2009年の調査に比べると2倍以上の拡大傾向にある。近年は民間の日本語学校の開設も進み、ラバト、フェズ、桜、アガディールなどに存在が確認されている。フェズの桜日本語学校は2011年のモロッコ日本語、 スピーチコンテストの優勝者が大会の後に共同経営者を見つけて解説したものである。2011年4月23日と2012年4月21日にモロッコ日本語スピーチ大会が開催され、ユーストリームで世界に中継された。公教育ではテルアビブ大学、ヘブライ大学、ハイハ大学、バル、イラン大学の4機関で日本語教育が行われている。 一般講座としては、オープンユニバーシティ、ティコティン日本美術館などが、成人教育を行っており、民間ではベルリッツが不定期に日本語も扱っている。2012年に初めて、日本語能力検定試験一般講座と、スマイヤ王女工科大学の3カ所のみであり、日本語専攻コースは存在しない。ヨルダン大学に配属されている JOCV 単位2名がホッチでも教えており、 日本から公的に派遣されている教師は他にはいない。その他、ホッジでは日本語教育の経験のある、商社中在者の夫人も日本語を教えている。国際交流基金の日本語指導者養成プログラムで修士を取った現地教員も積極的に活動している。人数はヨルダン大学の選択科目が15名程度、ホッジの一般講座は現在約80名と、 組織での学習者は100名弱となっている。到達レベルはヨルダン大学選択科目がみんなの日本語15課まで放置一般講座が3年かけて初級終了とのことである。その他に個人学習も行われており、駐在不人などが個人的に日本語を教えている。現在ヨルダンで行われている日本語教育は選択科目と 一般講座のみであり、日本語を専攻している学習者は存在しない。毎年春に日本語弁論大会が開かれており、2011年4月と2012年5月の大会ではユーストリームにより、全世界に中継された。スマイヤ王女工科大学が日本語教育を行っている。2011年3月1日にカタールイースタン、ランゲージセンターが、東健太郎と、 小桜まみ夫妻によって設立された。http コロンスラッシュスラッシュ www.facebook.com スラッシュ q a t a r e l c 二零一二年現在、ベルリッツランゲージセンターでも、駐在婦人などを雇った日本語教育が行われている。カタール最高教育評議会は、試験的に二千十二年度から、インディペンデントスクールの高学年で日本語教育を、 選択科目として導入することを決定し、ターリックビンズヤード高校が実施校として承認されている。同校のマンナー E 校長は2008年6月から7月に日本の国際交流基金のプログラムにて日本を訪問しており、このプログラムの成果として現地の中東教育機関で日本語教育が始まったと言える。2013年、東夫妻の転居に伴い、 ケルックは平行になった。キングサウッド大学言語翻訳学部で1994年に日本語コースが開校された。現在は世界最大の女子大学と言われているプリンセスの裏、女子大学が日本語学科開設のために積極的に動いているほか、キングサウッド大学の女子部でも日本語教育を始める意向を示している。学生と治安部隊の衝突により、 バーレーン大学の日本語講座は2011年4月に中断したが、その後再開している。市民講座と企業派遣の日本語コースも継続して実施されている。2013年より国王の移行により、バーレーン大学などの日本語教育は大幅に、時間数などが増やされる予定である。クウェート大学生涯学習センターでクウェート人と結婚している日本人。 女性2名が授業を担当している。2012年5月15日の第6回日本語スピーチコンテストがユーストリームで中継され、同種のイベントとしては史上初めてオンライン投票が実施された。ありがとうございます。